水市駅は、新潟県糸井川市大畑線の畑大屋にある、越後ときめき、鉄道日本海筆水ラインの駅である。北陸本線の最も東側の区間は、直江津駅を起点として1911年に、寄港され、同年7月1日に、奈達駅まで、そして1912年12月16日に、糸井川駅まで開通した。 この糸井川園長の際に筒石駅も開設された。筒石の集落が積極的に駅の誘致運動を行ったが、当時の村長が藤崎集落出身であったことから、筒石と藤崎の中間付近に駅が設置されることになった。また当時は磯辺村に属していたことから、磯部駅との名前が提案されたが、群馬県内の新越本線に磯部駅がすでに存在していたため、 津津石駅という名前が採用されることになった。1913年4月1日、大見駅糸井川駅間の開通に伴って、北陸本線が全通し、それまで新越線と呼ばれていた名越糸井川間も北陸本線の一部となって、当駅は北陸本線の駅となった。開業してからは、放漁になると貨車に魚箱を積み込むために婦人たちが列をなし、また、 高田方面へ行商に行く人たちで賑わっていた。しかし当初から地滑りに悩まされる駅で、駅構内の線路が変形しホームまで土砂が押し寄せる、事態が数度繰り返された。1963年3月16日16時過ぎ、農町小泊りにおいて大規模な地滑りが発生し、農駅を出発した直後であった、鶴ヶ発な越駅七両編成の普通列車が、 崩壊区間に突っ込む事故が起きた。地元の住宅約30戸が地滑りに巻き込まれて全壊し、死者2名、行方不明者2名を出し、帰還者は日本海まで押し流されたものの、列車の乗員乗客約150名は全員が無事であった。この災害により20日間にわたって北陸本線が不通となった。こうした防災上の問題点を抱えていたことに加え、 この当時北陸本線の輸送需要が増加しつつあって、線路容量の低い、この付近がアイロとなっていたことから、早期の伏線化が望まれ、1963年6月14日に伏線化ルートの調査が開始された。この結果、現在線では、地滑りの時期も規模も予想困難で、抜本的な防止対策は不可能であり、 危険度の高い地域を避けて、新線を建設する必要があると結論付けられた。これに基づいて、A から C の3つのルートが立案されて、比較検討された。こうした、検討のための地質調査を1964年1月に完了したが、この際に相当内陸側まで調査を行っていたことや、当時世界最長となるトンネルの構想があることなどが、 新聞で先に報じられていたことから、地元では、現在の路線と駅がなくなることへの不安が広がり、反対運動が開始された。多数の通勤通学旅客が、バス輸送に転移しなければならないこと、鮮魚の搬出輸送ができなくなること、商工業に打撃があること、海水浴場の営業に問題があることなどが、反対の論点で影響を受ける糸井川市、農町、 名だち町などが連携して反対運動を行った。国鉄の地質調査委員会は3月に現在線の線造工事は不可能と結論を出したことから各市町で反対決議が行われ反対運動が激化することになった。特に最も長いトンネルとなる案では名だち町には駅がなくなることから名だち町から強い反発があった。 現在線を複線電化することが要望され、また、新潟県ではトンネル案が実現する場合は、現在線をローカル線として残すという提案もなされた。国鉄が検討した現在線に近い新ルートにおいて、名立駅は現在駅より約800メートル山側に移設して、存続という提案がなされたことから、灘地町では妥協する動きが生まれ、 事実上反対運動を集結した。一方農庁では、筒井石駅がなくなることへの反発が強く、現在線と現在駅を維持することは難しい情勢になってきたことを考えて、新ルート上に筒井石駅を作る運動に切り替えるようになった。地元では、新ルートをできるだけ海岸沿いに寄せて、筒石がやでトンネルから出て、そこに従来と同じ規模と機能を持つ筒井石駅を、 設置するように要望したが、国鉄は、技術的には車高を通路として連絡する、地下駅しか建設できないと説明し、極めて不便な駅を約1億円かけて建設するよりは、バス輸送で代替することを提案した。しかし地元の筒石駅設置への主張は変わらず、国鉄も筒石駅を設置しないことで着工が遅れるばかりでは困るということから、 ついに1965年3月19日に国鉄幹部の間で津々石駅のトンネル内設置を説明する会合が実施された。従来首木トンネルの建設に際して直木吉社交を計画していたのを津々石社交に変更してこの社交を通路として地下駅を設置する内容であった。同年10月20日農町と工事に関する覚書を交換し地元が トンネル残土の処分に協力することと引き換えに、筒石駅が一転存続することになった。1966年3月1日に、伏線電化工事の起工式が行われた。浦本有馬川間は1969年9月29日に、新線に切り替えられ、筒石駅も新駅に移転した。10月1日付で貨物営業を廃止し、旅客駅となった。 こうして筒井市駅は地下駅となって営業が継続された。1984年2月1日には荷物の取り扱いを廃止し、1987年4月1日に国鉄分割民営化が実施されると、北陸本線は西日本旅客鉄道の所属となり、筒井市駅も JR 西日本に承継された。2015年3月14日、北陸新幹線、 長野金沢寛海業に際して、並行在来線としてこの区間の北陸本線は、経営分離され、筒石駅も、越後と決め木鉄道の所属となった。筒石駅上りホーム駅舎は、海抜約60メートルの地点に位置するが、上下線ともホームは、全長11,353メートルの、首木きトンネル内にある。駅舎は、鉄骨造り平屋建ての部床面積61.6。 平方メートルである。トンネルのプラットホーム設置部分は断面積を抑えながらホームを設置するため、側面に幅2メートルの片面ホームをトンネルの片方の側面に設置する特殊断面とし、これを上下線でずらして互い違いに配置する相対式2面2線である。直江津方面行きのホームが一部寄りに、金沢、富山方面行きのホームが直江津寄りにあり、 どちらもホームの長さは140メートルある。分岐器や絶対信号機を持たないため、停留所に分類される。駅舎の改札口からホームまでは、途中まで建設時の車高を活用した階段で降りていき、途中で上りと下りそれぞれのホームへと分岐している。改札から下りホームまでは290段176メートル、同じく上りホームまでは280段212メートルである。 エスカレーターやエレベーターは設置されていない。列車が通過する際ホームは風穴のようになるため、風圧によって非常に強い風が吹き抜ける。このため、ホームと通路とは頑丈な引き戸で遮断されており、待合所もこの扉の内側にある。1、地上駅舎。2、地下通路。3、上下ホームへの分岐。4、上り待合室。 5、地下ホーム工術のように1日の乗車客数は20人前後で、あるが、ホームがトンネル内にある特殊な構造となっていることから、危険防止のため駅員が配置されていた。JR 西日本時代末期は、JR 西日本金沢メンテックの絵、業務委託し、委託駅員5名が交代で24時間年中、無給で常駐し、窓口業務のほか列車到着ごとに、 ホームでの安全確認や、乗降客への案内と、地上駅舎への連絡を行っていた。普通列車到着時は、必ず地上の駅員が、ホームまで降りて、客の乗降に立ち会い、ホームから客が全員退去したことを確認していた。越後と決め木鉄道移管後も引き続き JR、西日本金沢メンテックが業務を委託されていたが、5名、配置されていた駅員は3名に減らされ、 一名の駅員で駅舎での出札業務とホーム上での修卒業務を兼務する形とされた。その後、2017年に業務が越後ときめき鉄道直営とされた際に改札からホームへの通路上に監視カメラを設置した。同時に駅員配置は日中のみに短縮し修札業務を取りやめワンマン列車においては終日車内生産となっている。 2019年になり1日平均利用客数が20人前後と落ち込んでいることを受け、同年3月16日より無人化された。JR 時代には赤い呪文の青春18切符を発売していた。特殊な駅構造を反映し、駅スタンプも日本でも珍しいトンネル地下駅であった。2007年4月からは入場券購入者に対し、絵葉書き上の入行。 入場証明書を希望者に配布している。これらは、越後と決め木鉄道移管後も無人化まで継続されていた。無人化後は、来駅記念入場券を、糸井川駅、農駅、直越駅の窓口で販売している。2020年度の1日平均乗車人員は16人である。近年の1日平均乗車人員の推移は、下記の通り。 津石駅の入り口を示す看板北陸自動車道、高架下より津石漁港方面を望む駅舎から、しばらく曲がりくねった坂道を登ると数個の人家がある。そこから、北東方向に300メートルほど、起伏のある道を進み、北陸自動車道の高架をくぐったあたりで眼下には、日本海が見えるようになる。そこから、さらに北東方向へ下り坂を500メートルほど行った、 海辺に津石の集落が明けている。1969年9月の移転前の津石駅は集落から西に少々離れた海岸沿いにあり、跡地には石碑が建っている。津石の集落には小学校や郵便局がある。また津石の海辺には国道8号が所在する。津石学校カバス停、越後の停車場では3月18日と、 記載しているが、農町資源館及び、北陸本線糸井川、直江妻線路増設工事士が、いずれも3月16日と記載のため、こちらを採用した。ありがとうございます。